三越柴弘殺害の発端は4年前に自殺した江原敏郎君へのいじめでした。ネットに出た殺人動画はその父親江原明弘が息子の仇を撃ったことを示している。また江原には複数の共犯者がいます。彼らは10月7日朝6時半、自宅を出た三越柴を車で拉致し、ハイビルに連れ込んで激しい暴行を加えた。そして午前7時半、多分三越柴が江原に殺害されてた時もカメラには映ってませんが、近くに控えていたんじゃないかと思います。同じ頃、そこから30キロ以上離れた池袋駅の防犯カメラにはもう一人江原そっくりな男が映っていました。以降彼を替え玉と呼びます。替え玉は1時間以上ホームのカメラに身をさらした後、午前9時6分間宮由衣と同じ電車に乗り込みました。そして間もなく車内で痴漢騒ぎを起こすと、新宿駅ホームの死角で本物の江原と入れ替わり、三越柴殺害のアリバイ偽装に加担した。これを成立させるには痴漢被害者の間宮由衣もあらかじめグルであることが必要です。なるほど、三越柴殺しのためにえらい人数が動いてるな。間宮由衣と替え玉の痴漢、それに三越柴を拉致したって連中、江原はどうやってそんな仲間たちを集められたんだ？ええ、その鍵になる人物として浮かんでくるのが清陵高校の教師で沢陽子です。彼女は敏郎君にいじめを打ち明けられたただ一人の大人で、2ヶ月前は三越柴の教育実習を見てました。さらに間宮由衣と同じ黒川学園出身です。三越柴の殺害現場を冷やかしに来てたって連中も黒川学園の卒業生でした。彼らは全員年も近く、同窓生だった可能性があります。そいつらが江原の仲間ってことか。で、三越柴を殺すのに協力した。沢陽子が彼らと江原をつなぐ中心人物だったかもしれませんね。彼女は敏郎君が自殺したことに対し、教師としてずっと自責の念があった。それで江原の復讐に協力するため自分の同窓生たちをかき集めたと考えられませんか？ああ、確かに。でも俺はそうであってほしくないとも思ってる。え？沢先生はいい教師です。熱意があって生徒のピンチには必ず手を差し伸べようとする。そして4年前に教え子の自殺を防げなかったことをずっと悔やんでました。ただ彼女にとっては三越柴弘も教え子だったはずです。その殺しにもし加担してたんなら、俺はもう人を見る目に自信が持てません。八神、明日また偉人町に行きます。とにかく沢先生に間宮由衣の名前をぶつけて直接その反応を見たい。それまで彼女を江原の一味と考えるかは保留だ。そうですね。あの、ちょっといいですか？黒川学園を調べてたら気になる情報が出てきました。なんだよ。もう13年前になるんですけど、この学校でもいじめ自殺が起きてました。校舎から3年生の男子生徒が飛び降りたんです。沢先生も言ってた、同級生だった男の子が飛び降りたって。ええ、その件ですね。男子生徒の名前は楠本満。30歳になった今も昏睡状態が続いているとあります。そんなことまでネットに出てんの？普通は出ないと思うんですけど、実は彼の母親が今厚生労働省の事務次官なんです。楠本玲子って聞いたことありません？ないかな。私はニュースで見ました。その息子さんのことも取り上げられてましたね。
ほら、厚労省は前に一ノ瀬って事務次官が逮捕されて大変だったじゃないですか。なのに後任者もその息がかかってて何も立て直せず、みんな呆れてたところへ抜擢されたのが楠本さんなんです。ずっと出世コースを外れてたので、それまでの主流派としがらみがなく、ベテラン官僚として知識や経験も豊富だって、加えてお子さんの不幸もあるせいか、今ヒロイン的な人気なんです。省内の若手たちにも人望があるみたいで。ふーん、それって今回の事件と何かつながってくるか。どうでしょう。でも楠本玲子も江原も子供がいじめの被害者だったわけですよね。これも今までは見えなかったつながりかもって思ったんですが。その楠本玲子の息子、13年前に起きたいじめってどんなの。ですね、加害生徒は黒川学園3年生の河合真也。学校の中でも外でも日常的にミツル君を小突き回してたそうで、うわ、口に雑巾加えさせたりもしてたようです。ひどい。担任の先生もあれですね、いじめの様子を見てたのにやりすぎんなよってニヤついてたそうです。ああ、しばらくメディアに叩かれてたな、覚えがあるよ。多分その時のいじめに同級生だった沢先生や間宮ゆいも居合わせてたんだ。そして充君を救えなかった罪悪感を抱え、江原に共感しやすい状態だったのかもしれません。うん、そこから先は本人たちに聞いてみないとだな。まず明日沢先生によろしくお願いします。私の方は江原の控訴に向けて動くことにします。あの痴漢裁判にはやはり重大な見落としがありました。彼は無実だったんです。なぜならその時息子の敵を殺していたから。ただの痴漢だったはずが、えらいことになってきたな。あれ、いやあ、のんびりしてやがんな。話は聞いたぜ。偉人町に行くんだろ。沢先生に会いに行よう。海藤さんは学校に入れないでしょ。先生に会えんのは俺だけだよ。わかってるって。でもまた外で待ち合わせることになったら俺も呼べるだろ。状況わかってる海藤さん。沢先生も三越場殺しに一枚噛んでるかもしんないんだ。お前こそ分かってねえな。あの人はそんなことしねえよ。え？俺は人を見る目には自信があるんだ。特にいい女についてはな。やっぱあんたには負けるよ。じゃあ俺はつくもんとこに行ってるぜ。中華街で腹ごしらえしてからな。いつも楽しそうだね、海藤さんは。いい店ばっかだぜ。あんだけ数あると一日四五軒は行かねえと。何？どうしたの？見てみろ、阿久津だ。カムロ町の半グレがなんでこっちに。よー、阿久津、なんでお前がここにいんだ。
おい、ほらこっちだって。カイトーだ。奇遇じゃねえかよ。取り込み中だ。悪いな。あの野郎、偉人中に何の用だ。わざわざこっちまで手下引き連れて。もしかして俺らと関係ある。いや、向こうも俺らと出くわして面食らってたみてえだ。別件と見たぜ。それにしたっておかしなとこだよね。あれも RK のやつらかな。結構な人数でこっちに来てるみたいだ。ああカムロ町だけのしのぎじゃ食ってけねえとか。まあ奴らが何してようが、わざわざこっちから首突っ込むことはねえ。お前は早いとこ高校に行ってこいよ。また後でな。どうも。今少しいいですか、先生。あの、三越場くんの動画を見ました。わかります。例のあの動画ですよね。江原さんにはアリバイがあったんじゃないんですか。それなら三越場くんを殺してないはずですよね。でもあの動画は本物にしか見えなくて。ええ、おそらく本物です。あの動画の通り、江原さんは自分の手で三越場を殺したんだと思います。ただそうなると、同じ日に起きた痴漢事件の方にトリックがあったことになります。え、先生は江原さんに痴漢された被害者のこと知りませんか。名前は間宮由衣と言います。知りませんけど。間宮由衣の旧姓は鈴木でした。彼女は13年前に黒川学園の生徒だった鈴木由衣です。え、鈴木由衣。そんな、じゃあ江原さんは由衣に痴漢したということですか。彼女を知ってるんですね。もしかして先生と同級生でした。そうです、高校の3年生の時に。多分そうじゃないかと思ってました。でも間宮由衣が痴漢被害者だったことはご存じなかった。だってまさかそんな。先生にしたらありえない偶然ですよね。教え子の父親が高校時代の同級生を痴漢してたんですから。それも1日300万人が乗り降りする駅で。どういうことなんです。間宮由衣は江原さんとグルだった可能性があります。彼女は全てを承知でただの被害者を装っていた。それが殺人のアリバイ工作であることも知っていてです。はあ、でもなんでです。なんで由衣が江原さんと。今俺の知る限り、江原さんと間宮由衣両方に面識があったのは先生だけです。矢上さんは私が二人を取り持ったと。先生は間宮由衣とどういう仲だったんです。友人か、ただの同級生の一人だったか。特別親しくしてたわけじゃ。彼女はクラスの中ではちょっと派手なグループにいて、私はそういうんじゃなかったものですから。最後に会ったのはいつです。高校の同窓会なんかは。大学を卒業した頃に会ったみたいですけど、私は行きませんでした。同級生がいじめで飛び降りたクラスですから。じゃあ先生は卒業以来同級生の誰とも会ってない。そうです。なるほど。そういえば
江原さんと間宮ゆいには接点というかもう一つ共通点がありました。え？二人とも過去に身近な人間がいじめを受けて自殺に追い込まれてます。江原さんは息子の敏郎くん、間宮ゆいは同級生の楠本満くん。だから例えば間宮ゆいはそのことで江原さんに共感してたのかも。そして復讐のアリバイ工作に手を貸した。痴漢の被害者を演じることで。どう思います？今のを聞いて何か心当たりは？そんなこと言われても。あの沢先生、もう職員会議が始まりますけど。あ、すぐに行きます。13年前に黒川学園で会ったこと詳しく教えてもらえませんか？間宮ゆいは楠本満の自殺未遂をどんな風に見てたんです？ごめんなさい、これから会議なので。殺人に関わることなんです。江原はわざと痴漢の汚名を着ることで罪を逃れてる可能性がある。おまけに間宮ゆい以外にも三越場殺しの共犯者たちがいます。彼らは今も野放しになってます。そして俺はもしかしたら沢先生もその一人じゃないかと思ってここに来ました。私が？今もそのモヤモヤは晴れてません。私にどうしろと言うんです？俺が知りたいのは江原と間宮ゆいがどういう接点でつながったのか。多分先生はその材料になる情報を持ってるはずなんです。それはまだご自分でも気づいてないことかもしれません。とにかくもう行かないと。会議が終わる頃にまた来ますよ。お好きになさってください。沙織さん、八神だけど。ええ、沢先生と話せましたか？ああ、やっぱり彼女と間宮ゆいは13年前同じクラスにいた。なるほど。その件ですが、星野くんの方でもネットで新発見がある。ん？そのいじめ加害者は河合真也という。13年前、ミスルくんが校舎を飛び降りた後、そして大人になるとこちらの神室町で働いていた。へえ、そんなことまでネットで分かって。おまけに河合は同級生を自殺に追い込んだことを V 神室町でなら笑い話にでもなると思ったんでしょうか。かもね。組にこそ入らなかったものの、河合はほとんどヤクザみたいな人物のようで。今画像を送りました。5年前に撮られたものです。あ、こいつ知ってる顔ですか？この間 RK のチンピラたちが探し回ってた。ガールズバーのマネージャーだって。ええ、確かにガールズバーで働いてたようです。ただその店がどこかまでは分かってません。こいつが河合真也だったのか。でもなんで今になって RK が探すんだ？彼らはその河合を見つけたんですか？いや、ただリーダーの相馬ってやつが言ってた。河合はもう殺されたらしいって。何年か前に神室町から姿消してそれっきりなんだ。殺された？ああ、でもこうして見ると最近似たような話を聞いたよな。今度の河合も三越場と同じ過去にいじめ加害者だったやつだ。それが二人とも殺された？どうでしょう。神室町では何らかのトラブルで姿を消す人が少なくありません。理由は大体金か女か。河合もそんなケースの一人なのでは？確かにね。河合の件はこちらでもう少し調べてみます。 RK が聞き回ったおかげで町の情報もまだホットなはずですから。
沙織さん、どうでした？岩上さんはなんて？ついこの間、RK の人たちが河合信也を探し回ってたそうです。神室町で。え？そして出された結論が、河合はもう殺されたのだろうと。おい、随分物騒な話だな。確かに最近、やから系の人たちが誰か探してるっぽかったですね。町の人たちに聞き込んだりして。でもなんで RK が河合を？まさか、うちの事件とつながってくるんですかね。RK についてはつながりがよくわかりません。星野くんは引き続きネットで河合のことを調べてください。私はちょっと出てきます。え？矢上さんに頼ってばかりじゃいられませんから、少しは私も足を動かさないと。沙織さん、もしかして RK の連中に聞き込む気ですか？ええ、彼らがなぜ河合信也を探してたか気になります。なら僕も行きますよ。一人じゃ心配です。大丈夫、まだ明るいし、人目のあるところでやりますから。それに私一人の方が相手も口が軽くなるでしょう。確かにそうかもしれませんけど。あ、じゃあ10分に1回安全確認の電話を入れます。いえ、それも遠慮してもらいます。へえ。ようこそいらっしゃい、沙織ちゃん。嬉しいね、来てくれて。お邪魔します。こんにちは。ターボーと仲良しの先生よね。あの子は今日一緒じゃないの？ええ。そう、じゃあ遠慮なくガールズトークできちゃうね。なんだいマリネ、それじゃ俺がお邪魔みたいになるじゃないの。ああ、マスターは乙女心分かってくれるから許してあげる。何飲むか迷ってんでしょ？いいよ、内緒でターボーが入れてるボトル飲んじゃいな。あいつ最近ツケが溜まってるし。ありがとうございます。そういうわけで、RK の人たちと会えないか、ま、あちゃー、やっぱり仕事の用事だったか。でも沙織ちゃん、おいしそうにお酒飲んでくれるよね。ほんと、なんだかかっこいい。そんな、お二人に言われると恐縮しちゃいます。マリネーと美人が二人並んでると、なんかこう、年がいもなく、あら、ほんとだ。今日マスター、いつもより12ヶ月。それじゃだってマスターがそれ以上若くなった。いやー、しかし RK に会いたいと来たか。彼らも肩着から RK ですかと聞かれて、はいそうですとは言わないんだ。そうね。しかも沙織ちゃん、彼らから結構ディープ。そうなるとちょっとだけ難しいかも。ちょっとだけで、沙織ちゃんほどの美人が街を歩けばRK から近づいてくるよ。ただその格好だと硬すぎちゃうから、少し隙のある服とか。なるほど、そりゃいい考え。隙のある服とメイク。ターボーから聞いてるよ。沙織ちゃんがその気になったら、カムロ町のキャバ嬢たちも買おう。それで前から興味があったの。ノーアルタカは爪を隠すだね。キャバ嬢みたいな格好をするということですか？まあ他の手もなくはないだろうけど、
RK には効きそうな作戦だ。よかったら私が見繕ってあげるから、沙織ちゃんはそのな。わかりました。じゃあオッケー、任せといて。なるほど、これはターボーから聞いてた通りというか、それ以上ね。マリさんの前でこんな格好、なんだか恥ずかしいです。何言ってるの、本当に綺麗。いや、そんな。本当に大丈夫だってば。まだ何か足りないみたいね。最後に必要なのはプライドよ。私は綺麗だっていうプライド。でも私、そういうのは。じゃあ弁護士としてのプライドは？それはあるでしょ。弁護士としての。
オッケー、バッチリ。ほら、見てみて。男たちもみんなほっとけないって顔してるよ。こんな気分久しぶりです。ありがとう、マリさん。RK の連中に会いたいんだよね。それだったら私と一緒にスカウトされに行く？スカウト？ RK はガールズバーとかキャバで働いてくれそうな子を見るとすぐ寄ってくるの。特に多いのはそこの占領通りね。二人で歩いてみようか。いいんですか？そこまで付き合ってもらっちゃって。私も沙織ちゃんのメイクがどれくらい効果あるか見たいし。いいの、こちらこそ迷惑じゃなければ付き合わせて。あの、いやちょっとごめん。お姉さんたちかっこいいね。今日はどこか飲み行く感じ？それともこの辺の店で働いてるとか？女二人寂しく飲み歩いてるとこね。えねえ、だったら俺に奢らせてくんない？いい店知ってんだ、いくらでも飲ませてあげるよ。うわすごい羽振りいいんだ。でも私たちめちゃ飲んじゃうよ。大丈夫？ダチがやってる店があるんだよ。そいつもお姉さんたち連れてったら喜ぶと思うし。今カムロ町で流行ってると思うんだけど。RK ね。だって今一番イケてて一緒にいて楽しい。それにあそこの人たちって。沙織ちゃん、やっぱり RK の人とじゃなきゃ嫌なの？なるほどね。だとしたら俺たちって。それまさか。まあ大きな声じゃ言わねえけど、RK の中でもちょっと知られてるもんでね。俺少なくとも俺らなくしては今の RK にはなってないよな。俺もこ、カムロ町って今みんな RK が仕切ってる。まあね、ヤクザが幅利かす時代はもう仁義とか極道の伝説とかも通用しねえ。これからはいかにルールのねえアンダーグラウンドで戦えるかが壮絶な世界。そういえばこの間 RK の人たちで誰か探してたみたいだけど、何年か前に姿を消したとかって。あれね、あん時探してたのは。さすがお兄さんたちは情報。5年前にある日突然姿を消した。何それ、面白そう。結局その人は見つかったの？いや、さすがにダメだった。そいつは河合って男で、それがある晩昔の知り合いらしいのに囲まれてたんだってさ。多分過去によその町でトラブってたんだろう。そんで押し問答した後、最後には無理やりバンに乗せられ以来やつは姿を消したまま。それってつまりどういうこと？どっかよそで殺されたんだ。河合が生きてりゃ町に戻ってきてるはずだ。ってことは今頃海の底か山の中にでも埋められたんだろう。その河合の昔の知り合いたちって。さあね、10人近くいたみたいだ。見た目は堅気の若いやつだ。でももう5年も前のことだからな。
その目撃談があるということは、誰か河合信也がバンに押し込まれるところを見てたということですよね、5年前に。そう、見てたのは河合が働いてたガールズバーの子だ。まあ俺らはその子に話を聞いたってやつからまた聞きしただけだけど。そのお店の場所は？神室町で5年も前のガールズバーだぜ。もうどこにあったかなんてわかんねえよ。その間に何百件も潰れちゃ新しくできてんだからよ。じゃあそもそも誰が今になって河合を探そうとしたんです？ RK はその誰かから人探しを依頼されたわけですよね。そいつはもうちょい上に聞かなきゃわかんないんだけどさ。それよりちょっと待った、こっちからも一つ聞いていい？はい。さっき沙織ちゃん可愛いシーンやって言ってたけど、なんであいつのフルネーム知ってんの？俺ら言わなかったはずだけど。なんだと？もしかして最初から可愛いのことを聞きたくて俺らと話してたわけ？何者？何をするんです？その手を離して。誰なんだお前？通りすがりの RK ファンです。全然怪しいものじゃないんだから。やめてよ。え、そうだな、全然怪しくない。バカ、気を確かに持て。めちゃめちゃ怪しいよ。くそ、色仕掛けが通用する俺じゃねえぞ。誰なんだお前？源田法律事務所の弁護士で白崎沙織と言います。速やかにこの手を離しなさい。ああ、弁護士だったらなんだっつうんだ。そんなに偉いのかよ。離さないとあなたにとって面倒なことになりますよ。そんな男たぶらかすような格好して言うよね、沙織ちゃん。ああ、ざけんじゃねえぞ姉ちゃん。沙織ちゃん。お、あれ、目障りだぞチンピラ。東さん、てめえ。ったく、たちの悪いチンピラが増えたもんだ。あの礼なんていらねえ。この街歩くときは気をつけな、特に美人。ありがとうございます東さん。だから礼なんて。え、なんで俺の名前を？白崎です、源田法律事務所の。お久しぶりです。嘘だ。いや、これは気がつきませんで、白崎先生。しかしすげえっすね、見違えましたよ。ありがとうございました東さん。私はともかくマリさんを危ない目に遭わせるところでした。本当に助かりました。若くて強くてかっこいい、私タイプかも。さっきの奴らは RK ですね。最近街中で調子づいてるんですよ。よかったら安全なとこまでお送りしますよ。いや何、俺も最近は暇してるもんだ。あら、そうなんですか。ちょうどいいですね、暇な者同士今夜は楽しく過ごしません？あ、じゃあその前に八神さんに電話を入れさせてください。八神の野郎、何してんですかね。白崎先生の電話には通行類内に出ろってんですよ。出ません。おかしいですね。もう一度かけてみます。